イントゥーザミラーのハットリです。映画、ペトラ・フォン・カントの苦い涙は、1972年にドイツのライナー・ベルナー・ファスビンダー監督によって作られた作品です。ライナー・ベルナー・ファスビンダーは、今から40年以上前に、私が学生の頃、マリア・ブラウンの結婚リリー・マルレーンが公開されその存在を知りました。ドイツの映画監督であり、1970年代を中心にニュージャーマンシネマの旗手として知られています。ファスビンダーは驚異的な創作力と多作ぶりで知られており、短い映画監督のキャリアで40以上の映画を制作。自らゲイと告白し、20代だった私に上記の日本の映画は強烈な印象を残しました。今回紹介する、ペトラ・フォン・カントの苦い涙は、1972年の作品です。男性は一切登場しない、室内のみで展開する、演劇的な要素も強い映画でした。女性ファッションデザイナーのペトラは、結婚で失敗し夫との間に娘がいます。現在、彼女はアシスタントのマレーネを、まるで奴隷のように扱い生活している。ある日、友人のシドニーがペトラの部屋を訪れ、彼女に若い女性カーリンを紹介します。このカーリンを演じたのが、マリア・ブラウンの結婚で主演したハンナ・シグラ。ペトラは美しいカーリンに一目惚れし、モデルになったらいいと勧め、やがて、彼女と一緒に生活を始めますが、カーリンは自由奔放な性格でした。彼女の気ままで理解不能で奔放なペトラは、恋愛のドツボにはまってしまい、恋しさと憎しみの間で揺れ動き、正気を失っていく。その破滅していく過程は、娘にも及んでいきます。この恋愛のドツボに落ちていく過程が実にうまく描かれていました。ファスビンダー監督の演出が、すごいなと思わせる部分です。この映画では女性同士の恋愛を描いていますが、男女関係の恋愛でも、似たようなことがあると感じました。愛おしさと憎しみの間で揺れ動く気持ちは、私も程度の差こそあれ身に覚えがあります。例えば、恋愛のもつれで、相手の女性を待ち伏せして、刺してしまう事件があったりします。相手が自分の意に沿わないゆえ、苦しみ、そして、破滅へと向かっていく。しかしそれは、自身のエゴを相手に投影しているに過ぎない部分もあるわけです。ペトラにとってカーリンは、魔性の女だった。破滅したペトラは、奴隷のように扱ったアシスタントのマレーにすり寄るも、彼女はクールに、彼女のとこから去っていく。ある意味で救いがない展開でもあるのですが、ペトラ・フォン・カントの苦い涙は、なかなか見応えのある映画でした。私にとって、ライナー・ベルナー・ファスビンダー監督というキーワードが浮かび上がるきっかけとなりました。